スマホを触る時間が長くなってしまいます。ドクターに使いすぎストップやアラームの設定をしてもらうとか、何か自分自身ではなくお願いできる方法はないでしょうかと。これはですね、結構難しいんですよ。もうスマホ依存ですね。これ多分動画で撮ったと思いますけど、あの、もしよかったら探してみてください。で、スマホはね、結構危険なんですよ。あの、おそらくこれからですね、人類はアルコールとか タバコがですね、使用量減ると思います。タイマーはちょっと増えるかもしれないけれども、あの、決してメジャーなものにはならないと思いますね。代わりにスマホ依存っていうのは増えると思いますね。だから昔あったアルコール依存の人は減ると思いますけど、ギャンブル依存、スマホ依存は増えると思いますね。 はい、なので、これは依存してしまうものなんだということで、ちゃんと認識して、これはもうスマホが手が届かない場所に置くってことですよね、もう触らないように、最低、もう依存し,しているってことを認識して、もう遠くに置いちゃう、触れないようにしちゃうってことが大事ですね。 で、必要な時だけ触るということにします。で、触っていなければですね、だんだんこの依存性って落ちてきますから、報酬系の働きは弱くなっていくので、えー、自然に接するようにできると思いますけど、とにかく、今依存してるんであれば、できるだけ触らないように工夫をするということが重要かなと思います。えー、甘えずにいくって感じですね。